俺だ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕は大丈夫ですか？戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、おはようございます。神田です。今日は後半戦の新潟の守備のポイントについてちょっとお伝えしていこうかなと思うんですよね。前半戦ちょっとねやっぱり失点が多かったようにも思えますので、まあその辺を新潟がどうね修正していくべきなのか。まあ、その辺を神田がユーロのスペインを見ながら感じたことをお伝えしつつ、まあ、スペインがねあれだけボール保持パスをつなぐサッカーと言われてきた中でなぜ新欧州王者に輝くことができたのか、まあ、そこを紐解きながらって言ったらですね大げさかもしれませんけどもまあ、そこを照らし合わせながら、まあ、新潟のサッカー、まあ、新潟のサッカーというか、新潟の守備の部分で、やはり見習うべき部分はあるんじゃないのかなと思いますので、まあ、そのことをね、ちょっと、まあ、マニアックと言ったら言い方失礼ですけども、わかりづらい部分もあるかもしれませんが、ちょっとね、お伝えしていこうかなと思います。まあ、どこのチームも、この、中断期間にミニキャンプをしたり、まあ、海外のね、強豪のクラブチームと親善試合をしたりして、前半良かったところを伸ばしつつ、前半うまくいかなかったところは修正改善していく、まあ、各チームね、後半戦の戦い方に備えて準備していると思うんですよね。で後半戦の、まあ、戦い方は前の動画でも少し触れたと思うんですけども、まあ、久々ですもんね、動画上げるの。いつぶりかちょっとわかりませんけども、まあ、ちょっとね、余談ですけども、山口フェスティバルの主催者を任されていたりして、一週間ほどちょっとね、
サッカーフェスティバルの方に行って、お世話したり、お世話になっている高校さんが来ていたので、まあ、そこでね、ちょっと外部コーチをやったりと、まあ、バタバタする、一週間でしたので、まあ、かなり久々の動画なので、まあ、よかったね、皆さん前の動画見ていただいたら、少しね、そのようなことを触れている部分だと思うんですけども、やはりね、新潟がやっぱり残留争いから抜け出すためには、守備、失点をどれだけ減らせるかが大事だと思うんですよね。全51試合を終えて117ゴールが生まれた今年のユーロ2024、前回大会が142ゴールが生まれたと思うんですよね。神田の調べが間違ってなければ。なので今年のユーロ2024は25ゴール少ない数字だったんですよね。まあ、こういったことから、まあ、あくまでもゴール数だけですけども、各国は単純に守備の戦術は、ハイプレスでボールを奪いに行くチームが、まあ、リアルタイムでね、見てない試合は、後からね、追っかけて、ほぼほぼ全試合見たんですけども、ハイプレスでボールを奪いに行くチームは、少なかったと思うんですよね。ミドルプレス、ミドルブロックを軸にするチームが多かったと思うんですよ。あくまでも神田が見ていて、50試合近く見ていて思った感想ですけどね。まあこれはまた皆さんが見ていて違った感想をお持ちになる方もいると思いますけども、あくまでも神田が見ていて思った部分なんですけども、ハイプレスではなくミドルプレス、ミドルブロックを軸にしていたのは、まあ、リスク管理だと思うんですよね。まあ、国際大会において失点の可能性をできるだけ減らすように、ボール非保持の時はそういった設計と言ったらいいんですかね、ゲームプランと言ったらいいんですかね、をまあ組むことは、まあ、自然な流れだと思うんですよね。失点がなければ上にね、上がる可能性がやっぱり高くなってくると思いますし、まあ、ユーロの場合はグループステージ3位まで決勝トーナメント進出の可能性が残されているということもあり、前々回の大会からだったと思うんですよね。この特殊なレギュレーションができたのは、だからそれがより今年のユーロ2024は浸透したこともあったのかなと、まあ思うんですけども、まあ一層ね、守備に重きを置くチームが多くなったっていうことは確かだと思うんですよね。特に2大会連続のファイナリストのイングランド、スコアレス、同点後、リード後のボール、非保持の局面では連動してプレッシングに行くことがほとんどなく、4-4-2 もしくは5-4-1 のブロックを形成して構えて、まずは堅実にゴール前を固めるという守備組織を作ってやっていたと思います。ですけども、その中で新王者に輝いた、新欧州王者に輝いたスペインがね、まあ、再確認させてくれるって言ったら大げさかもしれませんけども、ボール非保持においてチームとしてその瞬間にどのような振る舞いと言ったらいいんですかね、すなわち目的意識を統一することが大事だということを分からせてくれたんじゃないのかなと神田は思います。決勝までのスペインのサッカーを見ていてそう感じたんですけども、敵陣で相手の前進を阻害していく、防いでいくこと、そしてボールを奪いに行くハイプレス、ミドルサードで陣形を一度セットして使えるスペースを制限したところから相手の前進を阻害していく、防いでいくって言ったらいいんですかね。
ボールを奪いに行くミドルプレス、できるだけ陣形を維持しつつゴール前を守るミドルブロック、ミドルプレスって言ったらいいのかな。そして最後は自陣のゴール前を固めるローブロックって言ったらいいんですかね。そこを徹底していたって言ったらいいんですかね。各フェーズにおいてチーム全体で目的意識を統一して振る舞うことが趣味の組織の中で一部そこから守備が崩れていくって言ったらいいんですかね。相手に破られていくって言ったらいいんですかね。が起きた場合でも全体の、まあ、守備組織を壊れていくことをまずは防いでいく。一部が壊れていった、一部が相手に打ち破られたとしても全体の守備組織を壊していくこと、壊れていくことを防いでいく。そして、まあ、機能性へと、まあ、つなげていくっていうことを、つなげていくことが大事だよっていうことを、まあ、スペインのサッカーを見ていて、まあ、そういった部分が大事なんだよっていうことを学んだって言ったら大げさかもしれませんけども、やっぱりそういったところを追求していくことが大事なんだなと感じました。まあ、スペインはね、皆さんご存知だと思いますけども、4-3-3 が基本のシステムなんですよね。で、スペインは、パスサッカーで一世を風靡したイメージが未だに根強くある。ボール保持の局面が大きく取り上げられていたと思うんですよね。まあ、今大会のスペインは、まあ、皆さんがスペインのサッカーをね、見たと思うんですけども、ボール保持局面のクオリティは紛れもなく、出場国24カ国の中で、神田はナンバーワンだったと思います。ボール保持ですよ。ボールを持ってない時のクオリティが紛れもなく24カ国の中でナンバーワンだったと思います。まずは右のインサイドハーフの選手がジャンプ役となって、ワントップのモラタ選手と共にファーストプレス隊となってボールサイドを限定していく。それに合わせて全体が素早くスライドして圧縮を完了させ、相手のパスの出所を抑えてボールを奪っていく。これは徹底されていたと思います。仮に、まあ、プレスがね、はまらなかった場合は、即座にボールラインまで前線の選手たちが走って戻り、フォーバックはリレーして、中盤の選手や、起陣してくる選手とボールホルダーを、相手のボール保持者を挟める機会をとにかく伺って待つ。ここが本当に徹底されていたと思います。一度陣形をセットできるなら 4-4-2 もしくは 4-1-4-1 のブロックを形成し、素早いファーストディフェンスの決定でディアゴナーレって言うんですかね。まあ、サッカー専用用語で言うとディアゴナーレって言うんですけども、ボールを奪いに行った選手の斜め後ろにポジションを取る。そしてスライドをとにかく素早く徹底して挟んで奪いに行くっていうことをやっていたと思うんですよね。相手のウィングサイドハーフにボールパスが渡れば、スペインの両翼のウィングの選手がまずはプレスバックして、全力でプレスバックして、スペインのサイドバックと必ずダブルチームを組んで形成してボールを奪いに行く。状況状況でチーム全体が目的意識が統一されていたと思いますし、統一しながら全員がよく走ることで強固な守備組織が実現できていたと思うんですよね。まあ、結局サッカーはね、走るスポーツなので、走らないと根本的にダメだということが
分からされたと言ったらいいんですかね。あれだけうまい、そして技術のある選手が揃っているスペインですら、走るということをやめなかったって言ったらいいのか、徹底されていたって言ったらいいんですかね。まあかなり正直神田は驚きました。スペインのサッカーを見ていてですね。でスペインは、まあ、前線がハイプレスに行った場合、陣形が、まあ、中盤の選手がね、まあ、出て行った場合って言ったらいいんですかね、まあ、間延びする。そうすると間延びしたことでセンターバックがさらされる機会が増えるのは避けられないシーンはあったと思うんですよね。間延びした感じ、間延びした陣形って言ったらいいんですかね。まあ、新潟も前線の選手がハイプレスに行った時はそういうシーンが、まあ、見られることが、まあ、今シーズンもねあると思うんですよね。でもスペインの場合はセンターバックのノルマン選手とラポルタ選手が迎え撃つ迎撃守備に関してかなりこのユーロでは奮闘していたと思いますし、セカンドボールに関してはアンカー役のロドリ選手と左インサイドハーフのファビアン・ルイス選手が粘り強くセカンドボールを拾ってマイボールにしていたと思います。新潟の前線がハイプレス、新潟の前線の選手がハイプレスに行った時にスペイン同様のセンターバックの迎え撃つ守備、迎撃守備を粘り強くできるかどうか、そしてセカンドボールを相手よりも多く拾っていかないとリーグ後半戦の戦い方はもしかすると前半戦のように、まあ、失点が加算でいく可能性もなきにしもあらずなのかなと思うんですよね。なのでこういったところを、まあ、どうね、2週間ぐらいで改善していくかってところが、まあ、一つスペインのサッカーを見ていて大事なのかなと思うんですよね。で新潟は可能ならば積極的にラインを上げて、まあ、ハイプレスへって言ったら言い方おかしいですけども、前からはめて守備をねしていきたいというチームだと神田は見ていて思うんですよね。間違ったら申し訳ないんですけども、まあ、そうすると、まあ、2列目からラインの横のつながりを断ち切ってでも相手を捕まえに出ていく選手が現れることがあると思うんですよね。こうした場合にさすがに列を上げてスペースを埋めて再度2列目の選手が4枚の関係性を、まあ、回復するのはボランチの役目って言ったらいいんですかね。守備の重要なタスクの一つだと思うんですよね。一方で新潟の最終ライン、ディフェンスラインの押し上げが間に合わない中で不用意に中盤の選手などがラインをポジションを上げてしまったのであれば、間延びしたライン間に縦パスね差し込まれる場合もあると思うんですよ。相手かこっちか、こっちにこっちからね、相手から縦パスね、斜めのパス差し込まれる危険性も上がってくると思うんですよね。そういった場合にやはり後半戦その守備のタスクというか、守備のなんだろうな、指揮を取っていくのが神田は宮本選手になってくるんだと思うんですよ。宮本選手の移動によって陣形の間延び具合やファーストディフェンスの厳しさの次第、厳しくいくかどうかのスイッチって言ったらいいんですかね。そういった難しい判断が宮本選手には迫られていると言ったら大げさかもしれませんけども、チームが委ねている部分が大きいと思うんですよね。まあ、特にね、本当にファーストディフェンスが前にね、思いっきり出ていった時に、勇気を持ってラインをね、きっちり上げ切ることができるかどうか。まあ、セレッソ戦はね、その辺は宮本選手が久々にスタメンで出場していたからこそできていた部分だと思うんですよね。
なのでそういった部分では他の選手よりも多分任されているタスクは宮本選手にまあ多くのしかかってくるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、その宮本選手がやはり後半戦どういう風な役割を、まあ、担っていくかっていうところが大きなポイントになると思うんですよね。で、神田はここまでね、宮本選手、まあ、ちょっとね、2ヶ月ちょっとぐらい出場が、ね、できなかった、怪我でちょっと出場していなかった時期があったんですけども、まあ、高選手のような、いわゆるボールハンターのような選手ではなくて、宮本選手はどちらかといえば、残っている最終ライン、ディフェンスの枚数や前線のプレスバックを見ながら、あくまでもユニットとして対応しようという意識が強いんじゃないのかなと、まあ、セレッソ戦を見ていてすごく感じたんですよね。まあ、その結果、球際の激しさや10メートル以上のスプリントで寄せ切るようなアプローチの激しさは、まあ、高選手よりかは少ないかもしれませんが、ゾーンディフェンスの原理に基づきながら、そこを意識しながら守備の対応をしているんじゃないのかなと感じたんですよね。まあ、これによって、例えば高選手の場合でいけば、動けてしまうがゆえに、ボールを奪われた時、相手にボールを奪われた時に、高選手がね、ボールを追いかけていく。相手のボールホルダー、ボール保持者に対して、スペースを、高選手がもともといたスペースを空けてでも、ボールを追いかけていく。そうなった場合に、逆に高選手がいた、空けたスペースを逆に利用されてしまうっていうリスクが、まあ去年はね、あったと思うんですよね。まあそこから失点してしまったっていうことがあったと思うんですけども、まあ宮本選手は、そのような構造的な弱点を抱えにくい対応を、まあ、しているんじゃないのかなと神田は思うんですよね。もちろん守備的なボランチの選手として必要なボールダッシュのスキルは非常に優れているということは言うまでもないと思うんですよね。なので新潟はこの宮本選手を中心にどういう守備の構築を築き上げていくことができるかどうかがめちゃめちゃ大事になってくると思うんですよね。やはりミドルシュートを打たれてゴールされるっていうシーンが2、3回ぐらいあったりもしたりしますし、まあコーナーキックの後バイタルエリアのところなかなか出ていけなかったりとか、カウンターのとこですかね、カウンターでやられてしまって失点っていうことが、まあ、前半戦多かったんですけども、まあ、セレッソ戦現地観戦していて、宮本選手のポジティブな掛け声で、やっぱり11人が繋がってサッカーできていたと思いますし、まあ、宮本選手がいたからっていうわけではないんですけども、全員がそこに対して意識していたってことはもちろんあると思うんですけども、そういった部分も大きかったと思いますし、存在的にも。そして宮本選手がディレイすることで、遅らせることで、前線の選手だったり、サイドの選手がプレスバックして、戻って守備の枚数が足りて失点を防げたっていうこともあると思うんですよね。なので、宮本選手はもしかして自分の中では、ボールを自ら奪いに行きたい。ボール保持者に対して、相手のボール保持者に対して、ボールホルダーに対して、自らボールを奪っていきたいっていう気持ちはあるのかもしれませんけども、まずは全体でユニットを組んで、新潟の最終ライン、ディフェンスラインの枚数、前線から誰がどう戻ってきてる。じゃあ自分はそういった時にどうしたらいいのか、どういう守備をしたらいいのかっていうところを瞬時に、なんて言ったらいいのかな、こう考えれる選手と言ったらいいんですかね。それを味方にうまく伝えることができるって言ったらいいんですかね。そういった選手なんじゃないのかなと思うんですよね。なので多分まだ若い選手ですけども、かなりね、後半戦、神田は宮本選手の成長がアルビの失点数を減らすと思いますので、まあ、神田ももともと守備、サイドバックやってた選手なんですけども、宮本選手みたいな選手がやっぱいてくれると、安心って言ったら言い方失礼かもしれませんけども、
いざとなればっていうね、いざとなれば宮本選手がいてくれる、じゃあそこをなぜ耐えたらいいみたいなね、まあそういった、まあ皆さんに分かりますかね、そういった気持ちというか、宮本選手がいてくれるからこそみたいなね、そういったなんか心強いというか頼もしいというか、そういった感じの選手なんじゃないのかなと思いますので、まあこれから本当に、まあ皆さんね、補強とか、いろいろ言われてると思う部分があると思うんですけども、神田は現戦力でも十分に戦える部分があると思います。ですけども、そこを一つでも上の順位に行くためには、個人のまずはレベルアップが大事になってくると思いますので、神田は宮本選手がどれだけこのね残り4ヶ月5ヶ月で急成長するかによって失点が少なくなる、まあ、そこが大事になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、今日はね久々にライブ配信またしていこうと思いますので、まあ、その辺詳しくまた触れていけたら嬉しいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。スタジアムにご来場の皆様も、スタジアム観戦だけで満足せず、本日の試合もぜひダゾーンにてご視聴お願いします。2024